アイリス。ああ、ごめん。知らない顔だから夢でも見てんのかと思った。あ、この子あれや。りょうさんみたいに眉毛が繋がっとる系女子。はじめましてだね。こんな場所で会えるなんて、なんか運命感じるよ。たこ焼き。たこ焼き。あ、個性が強い。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速、夢見の館へ。いらっしゃいませ。ラクジェーションサロンの夢見の館へようこそお越しくださいました。ということで、今回は、自然とメルヘンが融合したディス10匹村のおつまみ村に行ってみたいと思います。いや、なんか自然とメルヘンとか、ディス10匹っていうのめっちゃ可愛いのに、村の名前がおつまみっていうのがめっちゃ気になるけど。では、意味を取り出せたらインターネットでおつなぎしますわね。ということで、おつまみ村に出発。はい、おつまみ村に到着。お、あれは服？服置いてあるね。夢の世界へようこそ。あなたは今、おつまみという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいますね。それでは、魅惑のおつまみの世界をご堪能遊ばせ。はい、ということで、さあ、お着替えセットをちょっとね、取っていきますか。めっちゃ桜散りよる、綺麗。ね。ね。おー、いいね、いいね、桜。久々な気がする。まさかの。まさかの。ヒーローになってしまった。ヒーロー、ヒロインになってしまった。いいね、いいね。どんな可愛い格好が置かれてあるのかと思いきや。あ、見て。道めっちゃ可愛いんだけど、超パステル。いいね、いいね。はい、そして一軒目の家は、広場からめっちゃ近いね。ここ、あ、見て、ほら。浜辺に、リスやリス、どんぐり持っとるリスが、そう、リス10匹村やもんね。いいね、リス。あ、ベル！あ、ベルの鳴る木とかもあれなんや。ちゃんと桜とか咲くんやね。その辺も知らんかった。普通に緑のしか見たことない気がする。へぇ、新鮮。ベルの鳴る桜の木。はい、じゃあお邪魔します。お、どうも。チーズさん。ここは、チーズさんの家は村の何でも屋さんらしいです。海沿いのお店に来てね。あそこ、海沿いで。いいね、いいね。ちょっと2階に上がらせていただくよ。まずちょっと、1階入れてもらえないみたいだから。お、ここは、病院だね。はぁ、ちょっと寂しげな音楽が合っているわ。すごく合ってるわ。患者さん、今日はどうしたの？具合が悪いんすか？この格好でするとなんか全てがギャグに見えてくる。眼帯つけてるってことは目がちょっと悪かったりとかするんかな？あ、でも、あれか。点滴もってことは何か栄養を。まあ、目のための栄養かもしれんけど。私点滴打ったこととかないけん、いまいちよくわからんねよね。あ、あれなんやね。ちゃんとこの、何？病院の服って男の必要と女の必要があるんや。このナースの服とお医者さんの服？これって元からあるやつ？マイデザイン？元からかな？私は患者側ね。まあ、ちょっとこんなね、ヒロインの格好したお医者さんっていうのもあれやけん。まあ、こんな患者さんが来ても多分びっくりすると思うけど。まあここでいろいろと相談に乗ってもらって、で、こっちで、ここは処置？処置に移るの？なるほど、こんな感じだ。歯医者？はぁ、やられる。そっか、これ座った時点でキュイーンってなるんやね。あの音嫌よね、歯医者さんの。めっちゃ重いんやけど。お！やった、一階がちゃんと解放されたよ。いいね、いいね。どうも。で、ここの一階部分は、美容室。いいね。
え、てか、ここの奥にさ、見てこれ。なんか、ウェディングセット置かれてあるんだけど。なるほど。あれかい？今、花嫁さんたちが、ちょっと、何、ヘアメイキングをやってもらってるみたいな感じ。ほい、それじゃあ、左の部屋へ。ほい、左の部屋は、お花屋さん。かわいい。そして、ピクミン。これ3匹ともの鳴き声があったらいいのに。みんな同じなんかな？ちょ、ピクミンやったことないけんわからんねんけど。かわいい。お花屋さんってなんか見よったらね、心が安らぐような感じするよね。なんかちっちゃい、なんか植木鉢というか、鉢の植物を見たりとかするのがめっちゃ楽しい。もうすでに、そこで出来上がっとる感じの。これはリメイク？黄色。黄色？オレンジ？黄色かな？そう、これをね、私、この間やっと手に入れてめっちゃ嬉しかったんよね。レイジ君のあの、草引きでもらったやつ。これでもらえるんかってなった。ほい、そして、奥は、もうこれ見た目でわかるね。銭湯だ。ほい、銭湯。ここを境に分かれとる感じかな。こっちが、女湯っぽいね。多分。多分。お、いいね、いいね。カッペイさんの、船歌が、船歌が聞こえてくる。こっち男の人って感じかな。まあ、ここの間にはきっと、見えない壁が、お、通り抜けてしまったぞ。見えない壁があるとしまして、うん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 。女の人用、私が勝手に思ってるだけやけど、女の人用のお風呂の方がなんか、あ、てかこっちが室内でこっちが外みたいな感じかな。そんな感じかもしれない。露天風呂だ、露天風呂。いいね。はい、そして、右側の部屋へ。はい、右側は、和カフェ。あ、いいね。なんかこういう、なんていうん、半個室みたいな感じ。え、よくない？なんか、こういう仕切りがあって、なんか気軽に食べに来れそうじゃない？こういうとこ。え、めっちゃいい。え、気軽にイクラ丼とか食べたいわ、私。え、めっちゃいいやん。いや、和カフェって書いとったけんさ、なんかもっと和菓子ぐらいかなって思いよったけど、がっつり定食とかあるね。どんぶりもあるし、あ、鍋まである。あー、めっちゃいい。いや、カウンター席に座って私はお寿司を食べますね。いや、このお店いいな。実際にこういうお店がないかな。もしかしたら日本のどこかにはあるのかもしれないけれど。私は見たことがない。はい、そして。お、地下へ降りていきたいんですけど。一旦別の部屋へ。はい、そして、地下へ。はい、地下は、コンビニ。お、オープンしたてなんやね。ってことは、今きっとセール中やと思われるよ。ほら、祝開店。新規オープンしました。チーズさんの、ま、家の近くにあるコンビニ、セブンイレブンです。いいね、いいね。コンビニはやっぱりね、なんかちょっとフラッと寄ってしまうよね。あ、これもリメイクできるの？マジで？白いやつだけかと思いよった。これは抹茶かな？抹茶とバニラみたいな感じ？私的にはちょっとメロンとバニラぐらいであってほしいけど。抹茶が食べれなくって。ん？これは、これ上に何置いてあるん？今初めて気づいたんやけど。なんかこれアイスピック？アイスピックではないか。なんかついてるよね。あとこっちにもなんかパラパラって置かれてある。なんなんやろ、あの上に置いてあるもの。そして中華まん。いやー、今の時期やっぱり売れるからね。中華まんとおでん。定期的にね、セールが来ると思うよ。お、ゲームまで。さ、最近はね、コンビニもいろんなものが揃ってるから。
よし、ヒロインの働くコンビニ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ただいまおでんがセール中です。お一ついかがでしょうかみたいな感じで。そして電子レンジでの温め。いや、もうコンビニが便利になればなるほど、働く人たちは大変に。仕方のないことかもしれんけども。ね。ほい、それじゃあ。いや、やっぱりチーズさんの家は何でもやっというだけあって盛りだくさんやったね。あ、こっち浜辺か。お、いいね、ちょっとしたキャンプ、お、埴輪がめっちゃキャンプファイヤーを囲っている。何か儀式が始まりそうな感じ。お、2軒目はあっちかな。まあ、どっちでもいいかもしれんけど。あ、じゃあぐるっと時計回りに回っていくか。じゃあ次こっち。お、リス10匹村には君もいるのね、美咲ちゃん。あら、もしかしてお客様ですか？唐揚げちょっと寝ぼけ気味なので何もおもてなしできませんけど、ぜひ楽しんでいってくださいね。夢の中で寝ぼけているという、かわいいな。お、これ、ジュンくんじゃないのかい？ようこそ、おつまみ村へ。よその村から来たんだろ？いい夢見れるといいね、照り焼き。照り焼き！なんだ、美味しそうな語尾の子たちばっかりだな。お、どうも。サラミさん。隣のカフェでバイトしてるの。あ、マジで？なるほど。バイトしてるカフェの隣に家を。じゃあもう出勤とかすぐやね。お邪魔します。サラミさんはね、一人暮らしの女の子らしいよ。喫茶ハトの巣で、マスターのお手伝いをしているそうです。え、めっちゃおしゃれなんだけど。あ、これがバイト中の制服かな？え、待って待って。なんかちょっと、ねえ、女の子らしい感じかと思ったら、めっちゃちょっとギラギラ派手めのバッグを持つのね。これヒョウ柄じゃない？いや、好きだけどヒョウ柄。ヒョウ柄いいよ、ヒョウ柄。こんなバッグは持ってないけどね。え、でも女の子らしい、すごいおしゃれな感じの家よね。いいね、いいね。ここで朝食を食べて、ま、喫茶店に、バイトに向かうわけだね。なるほど。にしてもあれはね、やっぱりおつまみ村っていうだけあって、ま、さっきの人はチーズさんやったし、今回の子はサラミちゃんっていう、めっちゃいいね、おつまみの名前だね。あ、ここでおめかしして混ぜていくわけだね。なるほど、なるほど。やっぱ女の子やけんね、身だしなみは気をつけないと。ほい。この家の前のさ、ちょっとした階段みたいなやつと、この横のハートめっちゃ可愛い。ね、組み合わせが可愛いよね。は、さっき向こうに飾ってあった制服と違う。メイド服みたいなの着てる。向こうちょっと男の子っぽい制服やったもんね。2種類あるんかな。どっちでもいいよ、的な。あ、いいね、木の周りこういうので囲むの。なんて言うんやろ。じゃ、モダンな感じ。モダンな感じっていうんかな。これなんか、ハートマークみたいになっとる？かわいい。ね。この低木が。ほい、そして、ぐるっと回っていきまし、なんか今あった？お、ここでもしかしてコーヒーを、ですよね。コーヒーを飲みながらここでまったりと、くつろぐと。絵になるなぁ。絵になるなぁ。はい、そして、はい、3軒目の家はお菓子の家だ。あ、どうも。ノリマロンさん、村長さんやね。リスのシップフリフリー。リスが大好きなんだな。やっぱリス10匹村というだけあって。え、なんか屋根に、見て見て、シャチホコついとる、シャチホコ。こんなんつけれるん。ああいうのあるってこと？え、初めて見たんやけど。はい、お邪魔します。
ノリマロン村長の自宅は、趣味思考、村長さんの趣味思考を詰め込んだ家らしくって、ちょっと目がチカチカするかもしれない、らしいです。え、でもね、趣味思考、詰め込んだのってめっちゃいいやん。自分が好きっていうものばっかり集めとるってことやろ。超お菓子やねん。超お菓子やねん。いや、夢のような家じゃないか。はい、それじゃあ、左の部屋へ。お、左はめっちゃパステルや。パステル?カラフルや。ちょっと違った。お、これは。あおりちゃんとほたるちゃん。いいね、いいね。一応、今私は、何、あおりちゃんの方をなんか前まで多分家の方で飾っとったんよね。部屋の中でマネキンに着せて。久々にちょっとコスプレもしてみたくなってきたな。あ、飛び盛りの中でね。現実でコスプレはしたことないから。ほい、そして、奥の部屋に行きたい。ゴロゴロゴロ。ほ。この色かわいいかも。これ普通の色かな?水色?わからん。なんか光の当たり具合的にこれ水色っぽく見えて超かわいい。はい、奥の部屋へ。お。奥には二人の女の子が。ん?これは?揃えたら何?あ!リスや!リス、リス。何?もしかしてそれぞれの部屋で二人ずつ待ち構えているの?待ち構えて。あれはね、もうなんか趣味思考を詰め込んだって言われて、こういう感じやったら、もうめっちゃ女の子らしいものが大好きって感じやん。すごいな。この真ん中の服めっちゃ可愛いんやけど、これ前デザイン。よね。絶対最初からなかったよね。え、めっちゃ可愛い。でもこの左右の服はなんか見たことある気がするけん。え、いいな、いいな、いいな。こういう服を作れるようになりたいです、私。絶対無理やと思うけど。はい、そして。さあ、右側の部屋へ。ゴロゴロ。こういう障害物越えていくの好きよ。お、右側はなんか打って変わって超上品というか、なんか、綺麗。私はめっちゃ好きな雰囲気やけど、なんかちょっと怪しげな雰囲気じゃない?なんかディズニーの悪役とかが住んでそうな感じ。なんかそんな感じせん。そして向かい合っているこのワンコ2匹がめっちゃ可愛いんだけど。チワワ2匹?可愛い。なんかさ、右側の方がちょっと耳短く見えるね。多分見る角度。的な問題なんやけど、この角度で見たらなんか耳伸びて見えるもん。かわいい。いいね。なんか音楽もちょっと怪しげな感じやし。マレフィセントとかおりそうじゃない?はい、それじゃあ、2階へ。お、2階は、ぬいぐるみがいっぱい置いてある。ここはなんかすごい静かやね。もしかしてこれを開いたら。お、聞こえる聞こえる。これもなんか中に入れる曲は選べれるんやったっけ?お、馬車!いいね、ここからシンデレラの物語が始まるわけだ。わからんけど。いいな、なんかこういうテディベアたちに囲まれた女の子らしい生活がしたいです。なんか昔結構さ、ベッドの周りに、でっかいぬいぐるみをめっちゃ、わさって置いて寝よったけど、もう今ね、ぬいぐるみなんて飾ってたら邪魔だから全部なんか、押し入れの中に詰め込んでるよね。小さい頃からのぬいぐるみたち。ほい、そして地下へ。え?地下どうした?
なんかさっきまでの雰囲気と全然違うぞ。夢から覚めたか、私。うわぁ、夢なら。夢なの、これ。急激になんかめっちゃリアル、現実感。半端ないね。あれ、さっきまでなんかお姫様みたいな部屋にいっぱいいたはずなんだけどな。いやー、現実とは虚しいものだ。びっくりした。ほい、ということで。じゃあ最後、4軒目に向かいましょうか。4軒目、4軒目。お、旗もリスだ。かわいい。あ、これかわいい。この花のやつ。チャペルだね。クラッカー、吹き戻し。クラッカーでお祝いしよう。お祝いされる側じゃないっていうね。え、かわいい。おー、後ろのハートがいい感じやね。ちょ、クラッカー、クラッカー。パーン。いいね。いいね。そしてちょっと星のステッキの方に持ち替えます。あ、あっちか。あ、周りめっちゃハートで囲まれとる。もしかして超好きな子の家だったりして。グミちゃん。グミちゃん女の子よね。はい、入ります。てか、ちゃん付けしてるけど勝手に私。女の子よね。え、なんか、超シンプルだね、家の中。どうした？どうした、グミちゃん。なんか、寝るとこ2箇所あるけど、寝て座れたらいいのかな？あら、お会いするの初めてですね。どうぞ、おつまみ村を満喫してってください。焼き鳥。焼き鳥。新たな語尾来たそしてめっちゃ個性的な壁紙だった。橋は向こう側にかかっとるみたいやね。ということで、お？待合所がある。あ、違う、いけなかった。至るところにいろんなものが、お、和風エリアに突入。この和とメルヘンの融合。お、君は？何やってんだ、川の上を歩いちゃって。アイリス。あ、ごめん。知らない顔だから夢でも見てんのかと思った。あ、この子あれや。りょうさんみたいに眉毛が繋がっとる系女子。はじめましてだね。こんな場所で会えるなんて、なんか運命感じるよ。たこ焼き。たこ焼き。うわ、個性が強い。個性が強すぎるぞ。お、そして、4軒目があったね。お、ここでピクニックを。あ、ここの人ですか。枝豆さん、うまいもの探しの旅。枝豆さんはね、全国の美味しいものを求めて、あちこち旅をする女の子らしいです。で、移動するために、テント暮らし。これだね、テント。あ、ゴミが散らかってる。ちゃんとゴミはゴミ箱にしなさい。桜散る便箋とかもったいないよ。はい、お邪魔します。お、いいね。キャンプして。お、自転車で旅してるの？自転車で全国一周。かっこいい。え、めっちゃかっこいいね。私絶対そんなのできんわ。誰かと一緒とかならまだいいかもしれんけど。いやでもあれだ、自分で体を動かしてっていうよりは乗り物を乗り継いで旅をしたい。旅っていうんかな。いや旅よね。電車の旅とかあるもんね。そういうのがいい。自転車の旅は絶対きつい。最初の数日で絶対ね、筋肉痛よね。しかも女の子なのに。大丈夫？同行者はいるの？さらわれたりしない？なんか探検家みたいな格好しとる。かわいい。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。
最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。全体的に見て、まあ、なんか名前とか語尾とかにネタ要素が散りばめられてあったりとかするけど、やっぱり村長宅でのりまろんさんは女子力が高いということが判明した。